こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールド、ライブ配信始めていこうと思います。今回は選手を作りたいと思います。新しい選手を作ります。タイトル通りバックブリーカーとか背骨を攻撃するレスラーを、男子レスラーを作りたいと思いますので、ぜひ見てください。今回の配信はツイッチでお届けしております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチマイアカウントウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画は2日後、ですので19日21時、プレミア公開でライブ配信予定です。ぜひアカウントのフォロー、アカウントの、チャンネル登録高評価お願いします。ディスライブアーカイブアップと、マイ YouTube チャンネル Today's After、 マイ YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。はい、旧 Twitter である X、やっております。X のアカウントのご訪問お願いします。アカウントのフォロー、リツイリブ、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X、 マイアカウントビジット、アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では早速やっていきましょう。誰をモデルにするかな。バックブリーカーか。素体ってあるんだ。モデルから作成かな。誰でもいいんだけど、どうせデータ変えるしね。あんまりいないからな、バックブリーカー中心選手って。あ、カナディアンバックブリーカーとかあるんだ。でもね、そんなにでかくない選手の方がいいな。
ンレオン・ジョアさんとかいいよね。じゃあジョン・レオドアさんからちょっとやってみましょう。191なんだ。ジョン・レオドアさん。まあでも。でかいよね、やっぱりね。で、背骨ってどういう意味だっけ？骨の英語はスパイン。あれ、スパインってスパインバスターって背骨が攻撃するんだ。バックボーンとも言うね。スパイン、じゃあスパインクラッシャーかな。S は大文字ね。スパインクラッシャーで。で、もう一度バック。バックボーンマスターヘビー級男。オランダ。さすがにこんな古い、ごめんなさい、ドンレオ・ジョアさんいいからな。193センチ。さすがにここまでの体重はいらん。このぐらいでいいでしょう。ヘビー級だからそんだけでかいんだよな。ここは強みかもね。スラメイク。タイツが軽だけやね。
な感じかな。まあこれはこのままでいいでしょう。あら、タイツはショートタイツでいいと思う。おかしいよな。だからここを動かさない。まあそんなに強くなくていい。このぐらいでいいや。序盤はね。うん。なんかすごい。手はまあ普通でしょう。大体もまあこんなもんかな。違うもんな。やっぱりこれでいいや。大きく動くことはないんですよね。ちょっと気持ち悪いと。ビルダーでもないしな。あれ違う。でシューズも別にな、ないな。逆にこれ なくてもいいぐらいだと思わないか。感じかな。やっぱりシューズはこの程度でいいや。オープンシューズ。で、足。足はまあ、
これでいいや。シューズはカラフル、アラフィア、まあ買えなくていい。で、そうだ、顔の倍率とかだな。ちょっとごつくしよう。胸もまあこんなもんで、腹は逆に減らして、手はこんなもんで、太ももも、まあすねも、こんな感じかな。構えか。構えは変えてもいいかな。でもパワーだよな、結局は。構えって。うん、パワーでいいと思う。P して全部ペーストして、タイツだけ、タイツの色だけ変えるっていう感じか。まあ赤、全日系の赤ですよね。なんか蛍光色になっちゃってるやん。なんかかっこ悪い。笑える。やっぱりシンプルな方がいいですからね。うん、緑これでいきましょう。マスターの次スキルですね。スキルレスラーランクか、まあ、B に落とす。それぞれ B に落とそう。返し技ってなんだろう。分からん。バックブリーカーって結局パワーファイターだからこれでいいんじゃないかな。反撃はないな。ハードコア、集中力、柔軟性、ハードボディ、スーパースター。集中力かな。回復力は普通。まあジョン・レオドアさんじゃないですからね。まあシーツのジョン・レオ・ジョア、レオン・ジョアさんタフですけどね。精神力は強いにしましょう。あと呼吸法もちょっとうまいにしとこう。あとはみんな普通かな。いや遅いでもいいぐらいだけどな。これだけは。あとはこれは別に普通でいいや。
パラメーターやけど、あ、でも締め技だよな。締め技防御も上げとこう。そう、オケーだ。ラフ攻撃はちょっと落とす。攻撃テクニックは別に、あ、でも基本的に馬力タイプだからな。締め技、馬力、関節、バックブリーカーって関節なんかな。腕力は高いな。エンタメ耐性落とそう。そうかい。投げ技防御と、叩きつけ防御上げて、関節もやっぱり上げとこう。スープレックスか。難しいな。関節技防御を上げて、これでいいかな。あ、もう一個上げていいんだ。そうだな。突き技を上げとこう。いいでしょう。じゃあまあこれから技、時間のかかる技装備に行きます。チョップの方が合いそうだけど、まあチョップでもパンチでも変わらないのか。アメリカンフックってなんだ。
ち技だもんな。得意技ライアットって違うでしょうと思う。ネックブリーカーかな。スパインバスター、まあいわゆるカッキーカッターですよね。 STO とか、ラリアットっていうよりはもう体ごと当てたいよな。ラリアットって結局腕力やん、まあ、腕力高いんだけど、例えば腕力も高いからめちゃくちゃハマるんだけど、フェイスプレスいいですね。ベイダーアタックみたいな感じか。なんだこのホイールバロー、むしろネックブリーカーですよね、やっぱりね。でもそんなに良くないんだ。パイルドライバーとかもいいんだけど、ああでは、カウンターの小技、まあショルダースルーって妥当ですよね。メキシカンカッターじゃダメ、のど輪落としじゃちっちゃいよね。まあ、ショルダースルーでいいでしょうか。で、不射式バックリーカーダメなんだ。瞬発力は求められるからか。まあまあいいんじゃないかな、肩担ぎベアハックは。
サイクロンホイップもいいですよね。まあでも普通にコブラツイストじゃないの。でも大技じゃないもんね、コブラって。大技だろこれ。サイドバスターとかかな。サイドバスターで行こう。キャノンボール戦闘。ああ違う。何これ。モンキーフリップか。大技だからな。めちゃくちゃいい技なんだけどな、この辺は。でも串出しだろ、使わないっていうのも一つ手かもね。いやーでもそれはないか。僕は全然ダメだな。張り手とかかな。普通のラリアット、エルボー、チョップ、ファイルドライバー、ホイップってなんだ？うん。まあ普通にボディープレスですよね。いやでも違うんだよな。どしっと構えておきたいんだよね。なんで使わないかな。使わないにしましょう。これも同様ですよね。なんか違和感が違う、違和感があるんですよね。確かにラリアットとか全然ありなんだけど、使わない選択肢がないんだこちらは。まあ普通にボディープレスか。じゃあうん、対角線中央ってなんだ。あいや基本的に走らないからな。場外とかも別にそんな興味ないし、富技だもんな、ほぼこの辺なんかは使わないね。ポスト飛び、
ごいな、この辺は。カッター系とか。まあ普通にボディープレスなんだよな、やっぱり。こけしとか。キングコングに。バックエルボーか。うん、使わないっていうのはあるんだな。ハイビン、まあ、あんまりそんな。キングコング2だな、大外は。使わない。打撃応酬ってなんだ？うん。決め打撃。今体当てるのは全然ありなんだけどな。
ズマパンチ。受けだよな、ボディスラムとかの。でもファイアーマンズキャリーなんかもいいよな。あ、スネッチハンマーなんかもいいかもね。でもやっぱりな、普通に ゴリラスラムあたりかな。ファイヤーマンズキャリーは、まあゴリラスラムの方がいい。で、外刈りとかあるんだけど、ステッチハンマーかなあ。払い腰いいですね、首小技で。あ、ブリーカー系なんだけどな、本当は。蹴りはダメだからな。ハンマーロックとか腕を攻撃するからな。なるほど。落としとかいいのかもしれんけど、サイキックもいいんだけど、落としだよな。あ、いいんじゃないかな。
ヒットバットまあありやけど、仮面砕きブレーンバスター、まあブレーンバスターは重要だよな。なんだこれ、本当はこれがいいんだけどな。バックブリーカースイカースラムかな。え、なにこれ、巴投げ。まあブレーンバスターす、スシャ落とし、まあバックブリカスラムがいいでしょう。ブレーンバスターか。スープレックスか。これも全然ありだな。カン抜きとか。そう。うん。ハーフハッチとか良さそうに思うんだけどな。ネッキングハンギングツリーはベアハックだよな、欲しいのは。これこれこれ、まあ普通にまあこれだよな。まあこれでもいいけど、ちょっとやっぱりね、ためを作りたい。シュミット式バックブリーカーだな。じゃあこれも痛めるからな、腰を結局。シンクラッシャーってなんだ。ああ、ここヤシの実割りだな。ヤシの実割りもいいんだよな、普通にありだよな。うん、ショルダーバスター、ショルダーバスターちょっと攻撃が違う。ストマッククラッシャー、マンハッタン、うん、チャッピングアウリーカーも重要だよな。
アウブレカドープってなんだ？ちょっとやっぱりめんどくさい。あ、これ痛い。レアハックとかないんかな。相性が悪いんだよな、どれも。リーナのが意外やな。ブレーンバスターってやっぱり背中痛める技だからな。叩きつけってどうなんだろう。そっか。うん。いずれブレーンバスターやらなきゃいけないんだけど。トリーティフェシえぐいな、死亡遊戯コンビネーション。いやいや、まあパワータイプとしては順当だもんな、この辺だったら。ああ、これ決めるとか。じゃあアルゼンチンだろうな、バックブリーカーやったら。何これ。アバラッシュホールド。アバラッシュホールドも全然意味があるもんな、アバラッシュプレーム。トルネードスラム。オクラホマスタンピートとか、すごいこれ効果あるもんな。パワーボムとか。まあでも。そうだ、あの
ぱりそうだな、ビアハックやらないとな。でもビアハック大技である必要がないんだよな。とるとやっぱりこれでしょうな。ハイジャックやろう。ハイジャック回転するのか。別に回転する必要はないよな。そこの場合止まって決めてくれたらそれでいいんだけど。ねえよ。というわけで。えぐい。背中痛めるけどな。まあそういうのはある。何？何が違うのかわからん。回転しなかったらな、ハイジャックバックブリーカーなんだけどな。あ、アルゼンチンでいいでしょう。うん、いいんじゃないの？普通のビア、ビアハックで。できればな。コブラツイスト系が欲しいよな、ここへ来て。アパラオリ。でもコブラツイスト系って強くないんだよな。これワンハンドバックブリーカーだよな。いわゆる。何これ。後頭部じゃないよな。数落としもいいな。筋肉バスターもまあありなんだよな。えぐいな。これがアックスギロチンドライバーか。
ちょっとなんか新しすぎるよな。タイガーフロージョーなんかも。全然ありなんだけどな。ヘラクレスカッターか。中西の技だよな。ゴリークラッシャーなんかも。ね、でもね、やっぱり、ヘラクレスカッターか。まあ、でもヘラクレスカッター使うのいいと思うよな。いやー回転しなかったな、本当はハイジャックバックブリーカーなんだけど、この辺残念だよな。まあ、ヘラクレスカッターの方を必殺にしよう。本当はワンハンドバックブリーカーとかないの？投げ技で。スープレックスとか。バックブリーカーにならないんだ。まあヘラクレスカッターでいいと思います。丸め込み技も欲しいよな。キックはちょっとないから、背中パンチ地味だな。ありだな。背中痛めると、あの、決まりやすかったりして、
ああ、もう定番中の定番だけど、サーフボードって大技じゃないよな。中技だよな。ああ、でも、これだとコブラクラ、嘘だろ？まあ、ワンハンドバックフリーカーの方がいい。じゃあ逆さ押さえ込みにするかな。でも逆さ押さえ込みよくないんだよな。スバスなんだからな。低いハーフネルソン。クロリアってどんな技だっけ？ああ、いい技だけどな。ネックウィンか。あ、でもこれ結構決め技としてはいいんじゃないの？サイドバスタードかな。ちょっと高さが足りないんだけど。正直やっぱバックだったら、ね、アトミックドロップだろう。アトミックドロップどっかいない？えぐいよな、これ。トアーカーも。何これ。あ、面白いけどな。あ、面白いけどな。コブラホールドとか。コブラクラッチバックブリカとかよくありそうなんだけどな。フルネルソンもまあありといやありだけど、
ピックドロップだよな、やっぱりな。いや、なんでアトミックドロップだけでいいのに、なんでさえそっから投げるんだ。なんでアトミックドロップがないんだろう。これはあるんだ、ちゃんとあるんだ。1ドラ まあでもバックドロップかアトミックドロップだろうな。何これ。あーでもこれを必殺として使うにはちょっと足りない。ちょっと中技にしてはね、弱、中技としては強すぎるよね。
サイドバスターでもいいぐらいだよな。もっとため欲しいよな。なんかためがないから雑に見える。ちょっと早いな。面白そうだけどな。まあまずストレッチ技やな。サーフボードだよ、これ。サーフボードで決めちゃダメなんだよな、やっぱりな。最初はサーフボード。これだよ。バックは、返してなんだ？まあ、ないな。数落としは定番なんだけどな。ないな。まあ、アームホイップも全然ありだな。急所蹴りもあり。まあ、ヤシの実割りかな。カニバサミとかも全然ありやけどな。アームホイップにしとこう。仕事じゃ。このぐらいは欲しいけどね。ヤシの実割りだろうな。まあギオチンとか。かオーソドックスなのは、レッグドロップもいいよな。セントーン、レッグドロップも OK。
あこの辺はオーソドックスな、ただし大技っていうのを入れないといけないんだよな。ギロチンだろうな。あと、ちょっと時間かかりすぎる。サッカーボールキックとかは意味あるよな。背骨攻撃だからな。あんまり好きじゃないサッカーボールキック自体。グッドモーニング。まあ、本当はコブラなんだけどな、やりたいのは。三角とかも。背中攻撃しない技はちょっと違うしな。ないな。大釜攻撃はやばいだろう。気持ちもいいね、いいんだけど。ネックツイストわかる。これもわかる。ああ別にフォール行ってもいいのか。あの普通の体固めだろうな。何もない。あこれかな。とか言いつつ片指あるやん。こっちみんな。こっちですね。仰向けってのはやばいな。
難しいな。好きなレスラーか、棚橋とか、あ、小川義成とか、大技っていうのは嫌だな。大技やったらもう、でもこれで決めたくないっていうのはあるかな。大釜攻撃ではないしな。ネックツイスト、でも得意技ではない。ワンハンドバックブリーカーかな。まあカナディアンバックブリーカーを得意技として、え、これ何？あー、向け足。テキサスクローバーホールドって得意技か。腰だもんな、痛める技って。あんまりそこでそれで。弓矢固めいいんだよな、ただ背中痛めるからな。あー、シャチホコか。シャチホコもありなんだよな、全然。ただ相性が悪いんだよな。なんでこんな相性悪いんだ。大技だろ？釣り金はないな。あー、これは意味あるな。なぜなら足を攻撃するとともに、背中も攻撃できるからな。ただ得意技にはあんまりしたくないな。つぶせはまあ当然腰だよな。中技だか。
ハンターロックってどんな？これは違うな。キャメルとかだったら腰痛めるかな。え、腰っていうか背骨。ただ D なんだよな。評価が悪い。クロスキャメルアームとかいいんだけどな。評価が良くないからな。ストッピング腰？うつ伏せ足か。足だったら、うん、つい逆エビじゃないの？指輪固めいいと思うんだけどね。バックブリカー系だし。ロメロとかもいいんだけど、ニークラッシャーか。え、キャメルじゃない。まあ指輪固めでいいか。仰向け頭。アムロック。仕込みってフォルだからな。使わない。まあでも普通に両手押さえフォルでいいんじゃないの。
首固めにしよう。うつ伏せだったらストレッチ技欲しいよな。難しい。そんなに特徴はないな。まあ普通はこれだろうな。リスクも低いし。カーブランディングもいいとは思う。コードブレーカー。なんだ俺。
これだろうな、やっぱり。外式はちょっともったいないな。えぐいな、これも。えぐい。走るのが良くないよな。ハーフグランディングとかの方がいいよな。まあこうかな。まあヘッドバットだろうな。オーソックスにはバックハンドエルボーなとこなんだが、まあバックハンドエルボーだろうな。タイプソ
えぐいな。エクスプロイダーとかもっとえぐいけどな。えぐい。タクチキタイガードライバー怖っ。あ、あんまりそういう危険な技はやってほしくないからな。オーソークスはヘッドバットやけど、これでいきます。障害エプロン組。まあこれかな。そう考えるとこれも全然ある。これ A なんだ。ガードポジションからか。モンゴリアンとかもいいけど、ストンピングかな。ストンピングでいいや。
ガードクエア駅中は、まあ、こうなるとこの辺が視野に入ってくるけど、これはちょっと弱いな。逆にこれでいいぐらいか。おばさえ、これはちょっとかっこ悪い。リフト、これこそリフトアップ、なければリフトアッププレスかな。選べないもん。特に技が増える打ってるわけじゃないからな。リフトアッププレスかな。まあいいとは思うけど、ヘルドライバーか。手堅いけどな、この辺とかは。どこは DDT なんだ。硬い技やな。うん、リフト行ってみよう。まあ
まあパワーボールでも全然いいよな。サイドボディニフトだな。そう、技が増えないんだよな。まあパワーボールホイップでいいと思う。パワーだなぁ。まあこれかな。投げたいけどな、本当は。こういう技で。なんかかっこ悪いからないんだよな。面白そう。
同じ技へ変わらないんだよな。普通に考えたらバックマウント返しって、ジャックバックウリーカー来たー。さすがにそんなことはしません。こんなのもあるんだ。うん、まあこれでいいでしょう。次は CPU ロジック。ここは難しいな。
まあこれでいいや。10% ですね。やっぱりサーフボードじゃないとダメでしょ。アトミックドロップはさすがにゼロです。この辺はゼロ。うん、要するにこの辺はまあほぼなく、まあ普通のアトミックドロップがこのぐらいあるぐらいだよな。で逆になんで台の時サーフボードをやるんだ。 15% ぐらいまで落とそう。でアルゼンチンが 15% ぐらい、ワンハンドが 20% だよな。当然サーフボード減らす。ちょっとワンハンドを増やす。すかして何？タックルはまあ少ないかな。サイドバスターだな。まあちょっと減らそう。 15% ぐらいで、あんまり使いたくない。20%30% ぐらいかな。あ、うん？両手押さえホールがないっていうのはないな。ネックツイスターもうちょっと減らしてもいい。逆に難しいな。まあエビ固めと硬いエビ固めは入れないとダメでしょう。そうせやしないしな。むしろまあ多少スポーツストンピングを増やしていいと思う。で、
残りをあのネックツイストに投入。ストレッチマフラーも 10% だな。片指固めって 15% ぐらいでいいんじゃないの。潰せだから決めたいよな。逆エビちょっと増やしてもいいぐらいだと思う。ダイビング技だからな。スタンプ。それも美味しくないな。わからん。もうちょっと減らそう。やっぱりストンピングでしょうね。腰をやらないと。難しいな。上がらないからな。50% ぐらいで。80% ぐらいだろうな。75% かな。パンチパンチパンチ。リード、まあまあ、うん、そんなもんだろうな。協調性、場外復帰カウント。セコンド時協調性がちょっと低すぎる。3割ぐらいはあっていいんじゃないの？タッチもそんなに協調性がないわけじゃないんで。
増やしておきましょう。これで終わりかな。ちょっと180になってます。じゃあやっていきましょう。まずタフマンマンモスで、ロープチェックはオンでいいや。ではやっていきましょう。タフマンマンモスやっぱり強いよ。スパインクルーザー、スパインクラッシャーか。さあまずは力比べから。逆エビです。いいですね。エルボーかな。お、いいですね。肩固めやんか。やるっけ。タラスキック。さあロープに振って、お、避けましたね。ドープキックは不発。お、落とします。スパインバスターかな。比較的静かな立ち上がりとなっております。お、フロントスープレックス。おっと、シミット式バックブリーカー、カバーに行き、エビ固め、エビ固めます。カウントワン。使います。お、またネックツイスト。場外戦、場外行くか行かない。攻撃してまた肩固め、腹固めか。腹固めなんかやらない、やったっけ。
全然サーフボードやってくれないですね。逆に今回だけなのか。さあキャメルクラッチに行きます。お、バックブリーカー投げまして、チンロックです。比較的静かな展開。おっと、ベアハク来ましたね。なんか背骨折り殺法が始まったような感じです。お、これも背骨折りをつながってます。なんでこんなに腹固めやるんだ。場外へ、場外行かないですね。回復を待ちます。やっぱり中で決着をつけようという感じか。蹴りで返します。ポジション取られるとちょっと辛いですからね。おっと、アルゼンチンバックフリーカー来た。決め技を一つです。落とします。スパインバスター的な感じ。カバーに行きます。 2.9 立ち上げて足4の字。お、何をする。あーっと、カナディアンバックブリーカーだ。バックブリーカー攻めです。始まってきましたね。お、これはアルゼンチじゃない、ヘラクレスカッターだ。大技炸裂。さあでもホールにはいけません。お、そう、アームフィップで回避。お、高速ブレーンバスター、高速ブレーンバスターですね。カバーに行くかな、行かない。バックかな。おっと、カッスタナー、カッターみたいな感じかな。お、モアンダーの弓矢固め来ました。これを背骨を痛めます。ただこれ得意リーなんですよね。呼吸がね低いと呼吸が荒れます。お、投げるか。あっと、こう来たか。そしてエビ固めます。どうだ、スリーカウント。なんか派手さはないですが確実ですね。堅実に最後は。タマはもうすぐ破りました。ピッチャードクトル行きましょう。
試合開始から約6分。パワー殺法。だから堅実な戦いぶりですが、ルチャドクとジャベで対抗します。体格でかいですからね。おお、ぶつかりますが互角。おっと、パイルダイバーツームストン。ああ投げません。返します。アトミックドロップだ。これは背骨を痛める技です。さあ場外へは行かない。ちょっと疲れが見え出してきてる。バックボーン。おっとボストンクラブ。これはですね、足だけじゃなくて背骨を痛めますからね。おっとアルゼンチン背骨を折りに来ました。してんでダイビング空中殺法。おっと飛び技蹴りです。お、巻き込んでる技かな。ルチャっぽい。おっと丸め込みです。お、逆にリバース。ネックブリーカー。さあルチャドクトロが風車式バックブリーカーで対抗。そう、風車式バックリーカーもあっていいんですけどね。 2.9 切ります。ここら辺はやっぱり軽快な技。しかしあと来ました、ファイアースマッシャーじゃなくてラクレスカッター。大技が炸裂。お、どうすんだ。スワン式のアウト。いやボディープレスですね。だがカバーにはいけない。ドープキックは不発。再び蹴り技。ジャベに行かないな。おっと飛びつきの首4の字だが、これはロープブレイク。おっとまた蹴りだ。さ
決めていくか。お、まただ。空中技。ダイビングボディープレス。カバーに行くか？行かない。あ、しかし逆に返されてしまいます。お、丸め込んだ。 2.9。 危うし。バックボーン。いや、ルチャがやっぱりスピードで翻弄しますよ。ツームストーン蹴ります。ツームストーン。そしてお、ショップかな。おお、フランケンシュタイナあります。15分を経過してます。一進一退の攻防。丸め込んだ。スリーカウント。ルチャドクトルの前、丸前に巧みな技を中前に破れ去りました。試合評価 97%。 さあ次は四ツ谷タフマ行ってみましょう。ここからはね、あんまり大きくないって言った後楽園ホールに失礼ですが、行ってみましょう。
さあ10分経過してます。どうだ、 2.9 アルゼンチン四ツ谷ペースに見えなくもないですが、大技結構出ましたからね四ツ谷は。スプレック、あおっと危険、断崖タイガードライバーだ。そしてタイガードライバー決まった、返せるか、スリーカウント返せない。四ツ谷がバックボーンを破りました。さあ次ですね、ヒグマ行ってみよう。さあ強い強い女子レスラー、パワーファイターのヒグマどう対応するか。そしてとします、パワーファイター同士の戦いと言っていいでしょう。カバーに両手ホールですね。おバックリーカー、背骨は弱いんじゃないかな、塩尻。おっと、フェイスバスター。あ、ちょっとスタミナに不安がある。パンチで打ちつけるが、再びフェイスバスター。これ結構決まるんですよね、フェイスバスターですね。徹底してます。足芸、おんとバッて竹刀を持ち出した。すぐ捨てます、しない。おっとネックツイスト、そしてバックブリーカーですね。おっと、画面をあられようない方向に曲げてしまいます。チンロック、おっとバックブリーカーだ。
あ、おっと、肩ですね。カバーに行きます。意外と意外な技が出てきますね、バックボーン。さあ、これはシャチホコだ。今のところ1勝2敗、やれるわけにはいきません。ちょっとね、近くね、シングルの、まずはタッグの、近くタッグのリーグ戦をやりたいと思ってます。これらの作った選手を1人入れて、もう1人ランダムで選出した。で、それからしばらくした後に、お、2.9、シングルのリーグ戦やろうと思ってますので、そこで初めてどのような結果になるかが分かります。おっと、勝った。まただ。カバーに行きます。スリーカウント。塩尻を破りましたね、あっさり。ちょっと塩尻バテ方が早いのか、攻めてる時はいいんですけどね、つい攻めてる時ばっかりだったから。ということで、なぜ飛びつきカッターが炸裂、謎ですね。さあ、万力男パワーファイターとの、対決です。行ってみましょう。そうか、カッターに行こうとしてるんだ。おっと、テーズプレス。もうカッターにこだわりますね、なんか。なんでだろう。さあ、グランドヘッドロック。バイス、頭対背骨の対決です。バイスはですね、頭を中心、頭とか顔面を中心に攻めますからね。へこんで。ヘッドロックですね。さあ、こちらにスタミナを落としかかります。しかし、この罠がある。バックドロップ、エビ固める、カウント1。バックドロップ、おっと、裏目に出ているか。ヘッドロックはカウント2。そしてエルボー、ヤシの見やり。あっと、また勝った。なんで勝ったんやるんだ。そして、あっと、もう大技が来た。ラクレスカッターだ。カバーに行きます。 2.9してます。バックボーン、ヘッドロック。これはロープ際。変えます。ボーアンダーロー、弓矢固め。背骨を攻めます。おっと、
見つけ、ここ関節技になってますからね。さあグランドヘッドロックです。サイドグランドヘッドロック徹底して、もうあのヘッドロック、フェイスロック、スリーパーで攻めます。それがダイナマイトバイス。おっとパンチは不発、アルゼンチンだ。ちょっと食らってる時間長かったな、アルゼンチンを。ぶつかります。さあ再びグランドヘッドロック、少しずつスタミナを奪っていこうということか。おっとフロントのフェイス、フロントフェイスロック、フロントネックロックですね。おっタックルは不発、アルゼンチンだ。耐えられるかダイナマイトバイス。おっとベアハック、背骨がミシミシ言うような感じです。そしてこれは拷問コブラですね。腹横関節技、再びアルゼンチン。さあ投げて、おっとぶつかります。さあチキンウィングフェイスロック、だからすぐ返す。バックボーン有利に見えますね。体力的には余裕がありますね、まだ。おっと、ピンディアバックリーカーです。こちらはバックブリーカー使うんですね。首もやりますからね。おっと、カナディアンバックブリーカー。どうだ？さあ再び拷問コブラ、バックドロップ、ヘッドロックに行ったか、バックドロップに返されます。そして来ました、ヘラクレスカッター、決まった。カバーに行かない、投げてショルダースルー。そしてサイドアルゼンチン、ロープレイク、フロントネックロック、拷問コブラです。ロープレイク、おっと肩不発、そしてビアハック、決まった。背骨の背骨鬼の方の勝ちです、うん。コルデロ行ってみましょう。スイッチマフラー、あとロープを使いまして、痛めます。カッターを打とうとするが、結構不発が多いんですよね。目測誤ってる感じです。
まあ、やっぱり総格的な選手は弱いですからね、カッターは。総格の選手を2人目用意しないとダメですね。ヤシの槍、ストレッチマフラー、そして再度ストレッチマフラー、お、では倒す、さらに叩きつけます。ファーのサードいかんともしがたいですからね、階級が違います。ペンディアウバックリーカーだが、これはロープブレイクじゃないかな、ペンディアウじゃない、カナディアンだ。おっと崩れていく、ちょっと長く戦うとバックボーンが有利になってしまう状況です。おっとボーアンドアロー弓矢固め、打ちますが、お、おっとカナディアンバックリーカー、さあ仮説に入った、しかしボーアンドアロー弓矢固め、後が続きません。そしてあー来ました、カッターです。崩れ落ちる、ん、どっちの味方なんだ、乱入が来た、もうボストンクラブにしてやります。パースキック、さあこれは思わぬ乱入、おっと両者ダウン、おっとトップに振ってってアッパー、そのクラブと痛めつける、さあどこまで助けがあるのか、崩れ落ちる、さあここで去っていきました。10分を経過しておりますが、おー、ヘラクレス勝った、決まった、カバーに行きます、ようやくカバー行ったな、スリーカウント、やっぱり体格差はいかんともしがたい感じですね。力関係全く読むことができません。どうしようかな、白百合行ってみるか、
おっと、さあ腕を攻めます。もちろん体格差はあるんで、普通にパーで押し切ればバックボーン有利ですが、この白百合はインサイドワークがある。さあ倒します。おお、力で押し切りたいとこですね、バックボーンは。投げます。あ、勝った。不発、焦りが見える。さあこれはお、どうするんだ。ショーダースルー、カバーに行きますが、まだ早いか。結構カバー率多めみたいです。アウト、ネックツイスト投げます。おっと、あがため。2位です。そしてボストンクラブ、今のところなんかバックボーンの攻撃がうまくはまってる感じ。おテーズプレス返します。ちょっと白百合は攻撃を受けてしまってる感じ。花固め、サイドネックツイスト、花固め。バックドロップ、そしてダイナマイトバイスにももう食らった。バックドロップ。さあそして腕を攻めます。エルボーエビに固めます。 2.9 あとはアウブリカ、そして腹固め。こういうとこですね。連続して攻めて削っていきます。さあアルゼンチン、これはちょっとやっぱ体格差ありますからね、有効な攻撃です。石の見割り、カバーに行きます。 2.9 シャーリー追い詰めます。そしてカナディアンバックリーカー、また投げます。足を攻めます。そしてさあ突き加圧、お、さあ投げるか、投げられない。おっと、足を攻めてストレッチマフラーだ。攻防いない、意味ないを攻防になりましたが、こうバックボーンしっかり取っていきます。これはブレイクですね。腕です。ロープレイクにはならない。おっと、カッターは不発。おっと、ドラスクだ。グランドのドラスク、一瞬の隙は逃しません。ハーフボストン、おっとバックブリーカー。さあ走ります。
エルボーですね。再び腕を攻めます。10分を経過。アルゼンチンだ。どうだ、耐えられるか。耐えます。ゾンビですからね、ある種シャウリは。ロープエイク、お、サイドクラッチ、カウントワン。ドブキックは2つ。あ、ドラゴンスクリューだ。どうすんだ、疲れは見える。サイドドラゴンスクリュー、そしてグランドでもドラゴンスクリュー、足を攻撃します。手もなんか下がってる感じがしますね。さあハーフボストン、いやハーフボストンじゃなくて、これはなんかテキサスクローバーホールドか。またドラゴンスクリュー。さあちょっと疲れが見える白百合。さあ畳みかけられない。腕を攻めます。腕を攻めてるのは腕が下がってきてますね。バックボーン。さあこれはイルモーです。ラリアットに行けばいいのにって言うんですけど、ラリアットには行きません。お、足を蹴る。だ、またまたドラスク。結構足やられてるんじゃないかな。さ、サイドクラッチ、カウントワン。そしてヘッドロック。アウト。あるぜ、パクリカです。そして背中を攻めます。さあ何で決めるか。おっと倒します。そしてストレッチマフラー、どうだ、決まったか。決まりましたね。バックボーンを白百合を破りました。さあ次はサブミッションの男登場です。行ってみましょう。さあサブミッション、主に腕を攻めるかな。脇固めですからね。ヘッドバット、これ藤原義明なんですが、ヘッドバットは持っていません。とにかく関節のみ。勝ったり負けたりですね、今までの攻防を見ると。さあこれベアハックです。そしてストレッチマフラー、さっき試合よりを仕留めた技ですが、おっと腕を攻められます。カバーに行きます。カットアーム。さあアームロック。さあ腕を徹底して攻めに行きます。
さあこの後腕下がりますからね。さあベアハック、さあストレッチマフラーです。ショルダースルー、お、サーフボードです。サーフボードなかなか出なかったんですよね。どうしたもんだろう。正面からやっぱり相対する場合が多いからかな。さあバックに回ってサーフボードとかもやってもいいかもしれないですね。カバーに行きます。カート2、お、バック、あ、決まらない。鼻がダメだ。倒します。ちょっと疲れが、ヤシの実あり。バックブリーカー、腕、アームロックですね。ハマーロックです。そしておっと脇固め、そしてロープに振ってん、どうするんだ、お、あっと落とす。これは えげつない ダメージ。大丈夫か。3分2.9、パッター不発。お、モッソンクラブ。お、アトミックドロップ。あ、そっと、肩決まりましたね。お、おっとグランドの攻防。さらに足を攻撃、ストレッチマフラーに行こう。どうだ、耐えられるか。3分見よう。さあ腕を攻めます。再び腕、これをやると腕が下がっていきます。パッターフワッツ、ロープに振って、おっとエビに固める。スリーカウント。力で押し切りました。ショルダーブロックですね。 55% なんだ。さあハングリーマンです。デスマッチのハングリーマン行ってみましょう。レハック、
さあ、ま、よし、見る。カバーに行きますが、これは通過されます。カバーです。よし、のめやり。その一マフラーです。ロープが赤いだす。サイドバスター、ピットマットです。下げます。ネックツイスト。お、パスパーク右ストレート、あの右。キャメルですね。そしてバックブリーカーです。あとはポンとカッター不発デーハックです。お、突っ込みます。ショルダータックル。そしてバックブリーカー、再びネックツイスト。そしてストレッチマフラーです。畳みかけます。さあ、ロープに振ってレアハックです。ヘッドバット、カバーに行きます。カウント2、サイドバスター。おっと、ついにカマが登場。なんか流血はしてないみたいですね。追いません。お、椅子を持ってきた。ヤシのやり、カバーに行きます。カウント2。お、あと流血。さあ、バッカナディアンバックリーカー。あーっと、ファイヤーです。さあ、そしてこの椅子の技もある。
反則負けとられるかもしれないですからね。ロープウェイサイドバスター、一転してハングリーのペースになってます。場外へトンカチを持ち出したが、おっとフォークだ。表記攻撃、今度は椅子捨てます、持っていきます。今までと違う相手ですからね、さすがにバックボーンも苦戦です。お、どうなる？あー決まってしまった。反則負けですね、バックボーン。技やれました。さあ次は塩のみゆきかな、行ってみましょう。正統派女子レスラーとの対戦です。これ女子は3人とも戦ってますね、すでに。エルボー、そしてお回します。パワーボム、あっとターンバックで打ちつける。パーで押し込む。そしてネックツイスト、一気に自分のペースに持っていきます。バックボーン決めるクラッチで反撃だが、腹固めでさらに痛めつける。さあボディスラム、あマネーコーガー、おバックブリーカー投げ捨てる。おっと乱入が1枚上、おお、イズマユですね。イズマユ乱入。ダブルをドロップキック。サイドスープレックス。イズマユがドラゴンスリーパー。カッター不発。サイドスープレックス。カバーに行きます。カウント2。します。さあこれあまり取られると場外負けもありますよ。持ってきました。さあイズマイル去っていきます。固めます。カウント2、6分経過。おっと回します。でアームドラッグ、そしてドラゴンスリーパー、ストレッチプラムかな。
肩不圧。さあこれで押した白のみゆき、テキサスクローバーホールド行きます。おっと決まっ、ラクレスカッターだ。そしてエビ固める、ハート2返します。ここはさあ今度はベアハック、ロープウェイか、そこにお痛めつける脇固めですね。サイドスープレックス、お固めます。 2.9 追い込む塩の白身あり、まあ、女子は2人挑んでますが2人とも敗れてますからね。ラ・マヒストラル、おハーフアッチ固めます。 2.9 追い込んだ。さあだがカナディアバックリカロープウェイク蹴る、おなんだこれは、おっと倒れる、走りが見えるか、そして固めます。スリーカウント塩野が勝利。わからないですね結果は。ロックボーンに敗れました。ランニングシューティングスタープレスですね。花のある戦いでした。さあどうするかですね。戦ってないのはケレンミとアングリーランボーか、あとサーゲもですね。あ、アングリーランボか。サナゲ行ってみましょうということで、戦ってこいということで、これ最後の試合にしたいと思います。これで登録しよう。サイドバスターネックツイスト、ショーダースルーからバックに投げます。おっとなんだこれ、ドラゴンスープレックスかな。ピストドープですね。サイドスープレックス、さあ投げてエルボーです。カバーに行きます。
ショルダースルー、ストレッチマフラーへ、リストカバーに行きます。足の目やり、お、ベアハックです。背骨を痛めつける、そしてバックブリーカー、再度再び背骨攻撃 2.9、 エルボーです。カバーに行く、アウト1。さあ今のところバックボーン有利に見えますが、足の目あり、さらにバックブリーカータックル、さあ優位に運んでます。バックボーンを丸め込んだ、そしておっと落とす、ストレッチマフラーだ。バックリーカーカバーに行きます。 2.9 危うし、おっとフロントスープレックス、さらにドラスクです。サイトスープレックス、また乱入者が、アルゼンチン、お、今度は味方ですか。バックボーンも、あ、アルゼン、アトミックドープですね。お、また乱入してきたんだ、バイスだ。お、今度はリング上4人が入り乱れております。シングルマッチですが、お、大変な戦いになりました。2対2、もう本来は対戦相手この系で乱入者と戦っております。おお、あったんですね。バックドロップ、そしてダブルアームスープレックス、カバーに行きます。 2.9、お、バイス出血、上がらない、リバースへ返す、そしてダブルアームスープレックスホールドだが、ロープレイク、指を固める、スリーカウント、ダブルアームスープレックスホールド、息切れしたところを逃しませんでした。エビ固めてバックボーン勝利。ということで、保存しましょう。ワークショップだっけ、アイテムを登録、彼です。
プロレススタイル、じゃあ登録はい、ということでアイドル登録いたしました。このバックボーンマスター、徹底して背骨を攻めるパワーレスラーが、今回の制作した選手となります。ということで、ビルド編を今回は行っていきました。だいぶ選手数も増えたんで、何人ぐらいいるんだっけ。タフマンマンモス、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14人になりましたね。これリーグ戦できますね、この状況だと。ということで、ファイアープロレスリングワールド、レスラービルド編を行いました。ツイッチで配信を行いました。よろしければツイッチアカウントフォローお願いします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 そして、この動画はのアーカイブを2日後、19日の21時、プレミア公開で YouTube にアップロードしますので、ぜひ見てください。YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いします。This Live Archive My YouTube チャンネルアップロード2 days after My YouTube チャンネルサブスクライブド and good ボタン please。そして旧 Twitter である X のアカウントも持っております。ぜひ訪問お願いします。アカウントのフォローおよびリポスト、いいねお願いします。マイツイッター X アカウントプリーズビジット、プリーズアカウントフォロー&リポスト&
グッドボタンプリーズ。ということで、ファイアープロレスリングワールドをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。